ばんは、あいかです。今日はですね、最近の購入品を紹介していきたいと思います。見てみて、YouTube T シャツ。こちらはね、Google さんからいただきました。ありがとうございます。はい、今回の購入品、こんな感じでね、結構たくさんあります。はい、ということで。じゃあまず、こっちからね、開封していきたいと思います。これはね、資生堂の袋に入れてもらったんですが、街の化粧品屋さんみたいなとこで買ったので、資生堂とね、エレガンスが入っています。まず、資生堂で買ったのがこちら。これね、6月から値上がりするらしいんですが、ブラシですね。いろいろ種類あると思うんですが、コンシーラーブラシ買ってみました。資生堂のブラシはね、視聴者さんからもおすすめされることが結構多くて、でこれ初めてなんですが、使いやすいっていうね、レビューを見たので買ってみました。で、丸筆ですね。結構しっかり腰はあります。で、私が普段使っているナーズと比べるとこんな感じ。まあ、サイズも一回り小さくって、こう先端もね、ちょっとナーズ私がいっぱい使ってるので結構広がった感じなんですが、資生堂はこう丸い感じで、こう毛の長さもね、サイドに行くにつれてちょっと短めになっています。大きな違いとしてはやっぱ軸の長さですね。資生堂のブラシは全体的に、まあ、持ち運びしやすくしているのか、ちょっと短めな印象でした。まあ、なので旅行の時とかにも持っていきやすいっていう方もいると思いますし、まあ、長さがないとちょっとね、扱いづらいっていう方もいると思うので、まあ、そのあたりはテスターあったら、ちょっとこう握って、乗せるこう動作だけでもやってみて、チェックした方がいいかなと思います。ちょっと先に向かって細くなってるので、安定感に関しては私はナーズの方が上かなっていう気がします。まだこっちは使ってないので何とも言えないんですけど、まあ、サイズがちっちゃい分、こうピンポイントで乗せるみたいなのはあんまりナーズのブラシではやらないんですけど、これだったらこの私の目尻のね、今日ちょっとコンシーラーで隠してるんですが、ほくろとかもポーンってカバーできるかなっていうふうに思いました。はい、そしてもう一つ。これはね、店頭で並べているのを見てすごい綺麗だなと思って買ってみたんですが、はい、久しぶりのエレガンスです。エレガンススリークフェイス NPK107。クリームフェイスカラーというアイテムで、なんか練りのね、ハイライトみたいな感じです。なんかそういうの持ってないって思われそうなんですけど、これのね、色味がすごい綺麗だったんですよね。写真も撮ってないんですが、触っちゃいます。3回ぐらいしっかり撮ってこんな感じ。一塗りだったらもっと透明感って感じになるんですが、重ねて撮るとちょっとパールの白さを感じるようなハイライトです。私はね、今シーズンも引き続きやっぱツヤ肌が気分なので、ハイライトはね、いろいろやっぱチェックしちゃうんですが、最近はあんまり練りのものにもこう抵抗がなくなってきて、より使えるものが増えた気がします。で、これはね、触った時は結構クリーム感しっかりあって、ちょっとペタッとしますね。ただ、肌にのせるとそんなにベタベタしないかな。こうポンポンポンと乗せて、で、その後触ると、ちょっとしっとりはしてるけど、そんなにベタベタはしないですね。結構使いやすいんじゃないかなと思います。こんな感じ。割かしツヤっとしますね。ほんのりピンク味もあるので、まああんまり白すぎると浮いちゃうっていう人でも使いやすいんじゃないかなと思います。私はあんまり広い範囲には入れずに、今みたいにこうチークとかハイライトとか仕上げた上に、さらにこうツヤっとさせたい部分にポイント使いしようかなと思います。で、カウンターではね、このクレドポーボーテのセラムコンサントレエクレルシサン N のサンプルをね、いただきました。ちょっとこれもまた使ってみようと思います。はい、次。この中はもういろんなブランドのものがもう混ぜ混ぜなんですが、まず、こちらですね。これめっちゃ可愛いので紹介したい。ハッチのね、これ蜂蜜なんですけど、こうやって持ち歩きできるように、こうガラス瓶なんですが、これね、デフォルトでついてくるんですよ。ニットのこういうケースです。こんな感じ。なんかね、ハイゲージの結構しっかりしたニットで、この蜂蜜のサイズが2つあるんですが、ちっちゃい方だとこのグレーのケース、大きいサイズだとこうピンク色のケースがついてくるそうです。これ何かというと、蜂蜜プラス美容成分みたいなものが入っていて、スポイトで取り出してこう飲み物に入れたりとか、そのままこう飲んでもいいらしいんですけど、あとはこうスキンケアにね、もう本当にちょっとだけ混ぜて使ったりできるそうです。で、いくつか種類があるんですけど、これがフラバンジェノール、コラーゲン入りの蜂蜜で、まあ、最近コラーゲン好きなのでね、私はこっちにしてみました。で、妹にはね、これのヒアルロン酸が入っているタイプをね、プレゼントしました。まあ、蜂蜜自体もね、すごくこう殺菌効果とかがあるって言われてて、私は喉の調子が悪い時とか必ず舐めるようにしているんですが、まあ、プラスでね、そういった成分も取ることができるので、まあ、コーヒーにね、入れて飲むことが多いです。外だとやっぱりコーヒー買っても普通のこうスティックシュガーみたいなのしかなかったりするから、蜂蜜にね、置き換えて飲むようにしています。これね、私ちょうど持ち歩きたかったから、ケースついてるの知ってめっちゃ嬉しかったです。こういう小物にまでこだわるのがハッチだよね。はい、これはね、もうライブで先に紹介したんですが、ナーズのね、ベースアイテムいろいろ買いました。
そう、ナーズといえばね、この前限定のリフコ出て、まあそれも買ったんですけど、で、その時に久しぶりのナーズのカウンターだからと思って声かけてもらったね、BA さんにいろいろおすすめを聞いていて、まあ、ナーズといえばね、最近あの丸いプレストパウダーですね、ちょっとマットに仕上がるやつ。あれがもう人気すぎて、私が行った銀座松屋のカウンターでももう全部ソールドアウトにはなっていたんですけど、まああれをね、一応目立つとこに置いてたから、ナーズは今シーズンベースはやっぱマット推しなんですかって聞いたら、いやなんかツヤも普通に推してますよ、みたいなことを言われて、ツヤ系でおすすめを聞いてみました。そしたら、ファンデーションは一応今ナーズで展開している中では一番こう新しく発売されたものらしくて、ライトリフレティングファンデーション。で、これが02166。結構サラサラしていて、こう、振るとこうシャパシャパした音がするファンデーションです。でね、これがすごいいいなと思ったんですが、ナーズラディアンスプライマーということで、まあ、ナーズのこの形のね、プライマーっていうと、毛穴をこうフラットにしてくれるスムースタイプですね。あれ好きで私2回くらいリピートしたことあって、なんかあのイメージが強かったんですけど、これはツヤタイプの下地です。これね、SPF35PA3+ の日焼け止め効果もあるんですが、見た目がね、可愛いの。パケモピンクで可愛いんですが、出すとさ、ほら、なんかタラコマヨネーズみたいな色でちょっとつぶつぶしてるんですよね。まあ、パールが入ってるよっていう下地なんですが、非常にみずみずしくて伸びがいいですし、ツヤ感がね、しっかり出てくれます。で、もちろんこれね、1日使っても全然乾燥知らずで、まあ、普段ね、ベースアイテム私はブラシでつけることが多いんですが、この下地とファンデーションは手でつけることを推奨されているそうです。まあ、下地もね、伸ばしきってもこんな感じで、まあ、色がついたりとか、そんなにこうテカテカしたりっていうことはなくって、こう潤って自然にツヤが出てっていうのをこう疑似的に作り出してくれるような下地かなと思いました。で、ファンデーションはキャップね、ねじらずにこう上に引っ張ってくださいっていう風に言われました。なぜならこれがね、あの回転して取れちゃうから。出すと、これまたね、購入品使ってメイクする動画で紹介しようと思うんですが、これもゆるいね、テクスチャーのファンデーションです。で、これをまあ手でね、こうしっかりとなじませていくんですが、カバー力もね、まあ、ちょうどいいですし、ほん本当にね、薄く密着してくれる感じで、なのにね、アラがしっかりカバーされて、めちゃくちゃこれ良かったんですよ。多分今取った量くらいで全顔いけるんじゃないかなっていうくらい、もうこっちほぼ伸ばしてないので、まだまだ伸び広げることできるんですが、カウンターで、頬のあたりがね、結構メイクが崩れてたので、そこをちょっと軽く落として、下地とファンデーションを使ってもらったんですが、もうその時の仕上がりが綺麗すぎてびっくりした。結構そのタッチアップで一部を取ってファンデーションとかって直してもらうと、なんか境界線部分汚くなって、結局はじゃあコンシーラーもしますねとか、どんどんなんかね、あ、結局いっぱい落としましたねみたいなことになりがちなんですが、落としたほんと一部だけ塗り替えるっていうのが本当にできてて、でも明らかに直したとこが綺麗だったの。もうスルンって感じで直ってて、なんかカウンターでもひたすら、え、すごいみたいなことを連呼していました。ということで、これかなり良かったのでまた動画で紹介します。で、これとね、一緒に買ったのが久しぶりなんですが、こちらのコンシーラーですね。まあ、ナーズのコンシーラーっていうと細長いリキッドのやつが有名かなと思うんですが、ソフトマットコンプリートコンシーラーっていうジャータイプのものもあって、あざのね、治療をあんまりやってなくて、もっとあざが濃い時なんか私これをね、よく使っています。でも前回ね、合わせてもらったのは本当にそのあざを打ち消す用だったので結構濃いオレンジだったんですけども、今回はファンデーションも結構カバー力ありますし、これを使ってちょっとまだ浮いてるあざ部分に軽く重ねる程度なので、割とね、ピンクみのある1276番っていうカラーですね。これをおすすめしてもらったので買ってきました。で、これと合わせて使うブラシはさっき紹介したこのナーズの先が丸い方のコンシーラーブラシですね。やっぱりこれとセットで使うのがいいそうです。すごかったのが、この BA さんね、私の肌に全然このベースアイテム乗せずに、パッと見でファンデーションもコンシーラーも色を決めてくださったんですよ。で、その後マスク外してカウンターで実際に色乗せるみたいな感じでやってもらったんですが、乗せた時に本当違和感なくて、やっぱりこの色でバッチリですねって言われて、あ、やっぱすごいな、プロフェッショナルだなと思いました。まあ、こんな感じでナーズのベースアイテムがっつり買ったんですが、まあ、そもそもなんで久しぶりにナーズに行こうかと思ったかというと、通りがかった時にね、こちらのテスターがまだ飾られていたからですね。結構話題にもなりましたが、ライトリフレティングプリズマティックパウダーということで、リフコの限定のマーブル模様のやつです。これね、私前回のはもう発売当日にね、オンライン参戦してこう確保したんですよ。でもこの時に結構すぐ売り切れて、もうあまりの争奪戦具合だったから、今回もまあ買ってもね、あまり数ないものレビューしても意味ないかなと思って、ちょっと買うの躊躇してたんですよ。でも発売した週の週末とかに行ってまだ売ってたので買ってきました。そうで、これをね、私購入品動画で紹介してから使おうと思ってまだ使ってなかったので、前回のマーブル模様のやつをね、今日も使ってるんですけど、これもね、今更ながらやっぱり
りいいですね。で、これのね、違いもいろいろ聞いてきました。まず、この前回のマーブル模様との違いとしては、前回はこの水色が入っています。で、今回は水色の代わりに白ですね。この白は既存の真っ白のパウダーと同じ白色がセットされています。で、全体的な色味も、こっちはまあ黄色、ピンク、水色っていう、まあ、こういうマーブルとか、まあ、BU とかにありそうなこう3色がセットされているんですが、それに比べてこっちはちょっとオレンジ、ピーチ、まあ、コーラルとかそっち系の色味になっています。なんですが、これもね、BA さんが手の上でこうブラシでね、乗せて比較してくださったんですけど、まあ、正直、色がすごくわかりやすく出るわけでもないですし、既存の真っ白のものと比べても、そんなには左右で違うのを塗ってるねっていう違いはね、感じなかったです。BA さん自身もほぼ違いはないですっていうふうに言われていました。ただ大きな違いとしてはですね、この通常の白いやつ、私はちっちゃいサイズ使っているんですが、これもね、見た目こうちょっとツヤっとしてて、まあ、仕上がりもツヤっと仕上がるので、まあ、パール入りって言われることが多いんですが、これ厳密にはね、白いやつに関してはパールじゃないんだそうです。透明のガラスみたいなもののこう丸いパールみたいな働きをしてくれるものを入れてくれてるので、どちらかというとこう透明なツヤ感らしいんですよね。なんですが今回出たこのマーブルのものにはちゃんとパールが入っているそうです。そういうこうツヤのねピグメントの違いはあるというふうに言われていました。まあでも今日動画で紹介したからこれで心置きなくこっち使えます。はい、まだまだありますよ。次、はい、こちらトムフォードのカウンターにも久しぶりに行ってきました。今度出るアイカラーコード3色ですね。これは私が行ったタイミングではまだテスター入っていなかったんですけど、まあそれを確保するっていう前提で、その3色に合わせやすいリップを2色購入しました。わー、綺麗ですね。やっぱトムさんは気分上がりますね。はい、こんな感じで新作のマットリキッドのやつですね。これは限定ではないんですけども、一番明るいベージュ系のカラーがすでに完売していて、ちょっと次の入荷がね、いつになるかわからないっていうふうに言われていました。で、私が買ったのがこちらの2色ですね。ピンク系のカラーとベージュブラウン系のカラーの2色です。125番と122番、お色味はこんな感じです。これめっちゃ可愛くない？これ、こっちの色はね即決めたんですけど、こっちはね普段使わない感じだったので、ちょっと挑戦してみようかなと思いました。この前のねチェリーのパレットにも合わせやすいかなと思います。上のブラウンっぽい方が122番のスミトゥンで、下の125番がマインドブロンというカラーです。で、これリキッドなんだけど、そのマットなリップって思えないくらいもうスルーンって伸びて、でチップはね結構ちっちゃめです。こう乗せた時にスフレっぽい感じなので、スルスルスルって感じで突っかかりとかもなく、スルーンとね塗ることができます。こんな感じ。可愛くないですか、これ。ローズっぽい感じではあるんですが、今まで私が使っていたローズ系のカラーよりは、ちょっと白身が控えめでしっかり発色してくれて、まあ、トムフォードですっていう感じの、こう、バチッとしたメイクにもね、合わせやすそうかなと思います。あ、これやっぱ買ってよかったわ。はい、そして、デパコスもまだいっぱいあるんですけど、ちょっと山のように買ってるから上から行きますね。久しぶりにロフトのオンライン見てたら、なんとね、ウォンジョンヨのベースアイテムがめっちゃ再入荷してて、いろいろ買いました。まず、これが、トーンアップベースですね。01番、ピーチピンクというもので、くすみカバー&血色感アップっていう風に書かれています。そう、先日ね、ティルティルのクッション4種比較っていうのをやったんですけど、それやるときに、まあみんなが気になってる新作のクッション何ですかっていう風にアンケート取ったんですよね。そしたら、ティルティルと同じくらい、その、ウォンジョンヨのベースが気になるっていう方多かったんですが、本当に在庫がなくって、やっとね、確保できたので、また検証しようと思います。この下地も SPF44PA3+ の日焼け止め効果があります。こんな感じですね。まあ、出した感じは全然、まあ、普通の下地っていう感じですね。さっき出してたナーズのはすごいこう伸ばした途端にツヤってなったんですが、こっちは結構カバー力しっかりあって、まあ、白っぽくトーンアップするような印象です。まあ、若い子とかだとお肌の色明るい子だったらファンデーション代わりにこれだけでも全然いいんじゃないかなっていうくらい、まあまあなカバー力とカラー補正効果があるかなと思います。ピンクなんだけど、まあ、ピーチピンクなので、結構黄み感は感じるかもですね。はい、そしてこちら、クッションファンデね、やっと3色揃っていました。01番のペールピンクっていうのが9点とかでも多分売り切れてたんですよ。で、ウォンジョンヨのフィッティングクッショングローっていうのと、フィッティングクッションラスティングっていうやつですね。2種類あって、私もあんまり違いを知らないので、今回ね、買ってみました。SPF50+PA3+、両方ともそうですね。
数値はしっかりあります。でグローの方が2種のシードオイルで健やかな潤い肌に整えるということで、まあ、オイルを入れることでこうツヤ感を出してくれるのかな。でラスティングの方はサラサラナチュラル肌に仕上げるということでダイヤモンドパウダーが配合されているそうです。でプラス水分と油分のバランスを整えて崩れにくい肌にということなので、まあ、文章を読んだ感じだともしかしたら今からの季節だとラスティングの方がいいかもしれないですね。で私みたいにこう肌に油分がなくてそれで乾燥しちゃうっていう人はグローの方がいいかなと思いました。ちょっと開けてみましょう。ケースのね質感が違いますね。グローの方がメタリックっぽいミラーっぽい感じでラスティングの方がちょっとツヤ消しのツヤみたいな感じになってるので、まあ両方持っててもケース見たらすぐ違いはわかるかなと思います。ということでこれもね2種類使った比較動画をまた撮りたいと思います。ちょっと比較はね撮るのに何日かかかっちゃうので結構ねお待たせしてしまうんですが早めにあげれるように準備します。でもう一つですね、ウォンジョンヨのドローイングライナーの03番グレージュっていうのをね買いました。ウォンジョンヨのアイライナーといえばブラウンですね。これを使っていてまあまあ良かったんですけど、アットコスメ東京とか行った時に結構売り切れてることが多かったんですよ。でこのグレージュ最近こういうカラー好きなので買ってみました。色比較するとこんな感じ。こっちからウォンジョンヨのグレージュで、これがドーリーウィンクのグレージュで、ドーリーウィンクのスモーキーグレーですね。まあ、スモーキーグレーとちょっと似てるかなっていう感じなんですが、ドーリーウィンクの方がもう少し青み寄りな印象です。前まではね、私ブラウンのアイライナー使うことがすごく多くて、まあほぼほぼブラウンで仕上げるっていう感じだったんですが、最近グレージュにめっちゃハマってます。で、一応ね、ウォータープルーフ×スマッチプルーフっていう風になってるんですが、ブラウンを使ってた時に思ったんですけど、正直ね、あんまり持ちは良くないです。まあ皮脂で落ちるのか涙で落ちるのかにもよると思うんですけど、私はね、まあまあ落ちちゃって、持ちに関してはドーリーウィンクの方がいいかなっていう風に思いました。まあでもさ在庫あったら欲しいじゃん。じゃあちょっとロフトつながりで最近私が推しているアイテム紹介していこうと思います。こちらもうインスタとかねライブではだいぶ紹介したのでもう見たことあるっていう方も多いと思います。フェルナンダのフレグランスシルキースムース UV スティックですね。それのアイスティーとマリアリゲルというまあ香り違いなんですが、これが本当にめちゃめちゃいいです。その話聞いたっていう人はもう飛ばしてもらってもいいんですが、もう一回力説させてください。まずスティックのこれ日焼け止めで SPF50 プラス PA4 プラスあって、まあ、塗り直しにすごく便利なんですけど、このね香りがまずこっちめっちゃアイスティーなの。もう日焼け止め特有の匂いみたいなのが一切なくて、練り香水みたいな感覚で使うことができます。これロフトの展示会でフェルナンダさんがブース出してたらしくて、で私行けなかったのでクラッシャー妹に行ってもらったんですけど、もうこれ感動したって言って展示会終わった後に速攻電話かかってきたんですよ。もうこれ買った方がいいよっていう風に言われて、まず変にパールとか入っててトーンアップしたりしないんですよ。私スティックの日焼け止めでトーンアップ効果歌ってるやつってすごく白くなるからあんまり好きじゃないんですよね。まずそういう色の変化がないです。なおかつ塗った直後に触ったらもうサラサラなの。しっとりっていうかむしろサラッとする感じで、色がねつかないんですよね。なので、まあ、今腕に塗ったんですけど、例えばこう首の日焼け止めの塗り直しとかするとやっぱ襟ぐりが白くなったりするじゃないですか。でそれが嫌っていうの結構効くんですが、これは本当にそれがないです。在庫もし見つけたらこれはリピートしたいなと思っています。で一緒にね香り違いのマリアリゲルっていうのも買ってみたんですが、こっちはお花系の香りですね。まあまあ甘めでちょっとなんか石鹸っぽいようなパウダリーさもあるようなお花の香りです。なんですが私はこのダントツでアイスティーを推しています。で私はロフトのオンラインで買ったんですが、プラザにも在庫あると思います。あとフェルナンダの公式オンラインだったりとかフェルナンダの店頭とかにも取り扱いがあると思いますので、よかったらねチェックしてみてください。でフェルナンダすごいってなって他にも買ってみました。まずこのねアイスティーシリーズの香りが良すぎて、こちらフレグランスシマードライボディオイルのアイスティーっていうのも買ってみました。こういうさラメのこうつぶつぶが入ったボディオイルっていうと、まあ、ディオールとかシャネルとかトムフォードのイメージがあるんですが、これもねなんとフェルナンダでプチプラでね楽しむことができるんですよね。シルバーの細かいシマーが入っています。ツヤツヤで、これもしっかりアイスティーの香りがしてくれて、まあ、ドライボディオイルなのでさらっと塗ることができます。でフェルナンダってね、まあ、ロフトとかで1000いくらとかで売ってるから香りとかもどうなのって思うかもしれないんですけど、すっごい香料とかにもこだわられていて、香りの元になるものを無駄にしないみたいな取り組みをすごくされているんですよね。ミルクの香りが出た時はもう廃棄になるようなミルクを買い取って、そこからこう香りの成分を取ったりとか、もう季節がね終わったお花とかを買い取ってそこから香りを取ったりとかっていう感じで、もう他でも使えなくなったものみたいなのを香りとして使うっていう取り組みをされているブランドさんです。
で、香り自体も私、フェルナンダの店舗に行って、結構いろんなの嗅がせてもらったんですが、全然ね、チープじゃないんですよ。デイリーに使うものとして取り入れやすいような香りになっています。そこもね、すごいなと思った。もう一つ、これひんやり系のアイテムですね。フェルナンダのフレグランスクールアフターシャワーローションのマリアリゲル。まあ、ひんやり系のローションっていうので想像はつくかと思うんですが、エタノールはがっつり入っています。もう水の次がエタノールなので、私も使える時と使えない時あるかなと思うんですが、塗るとひんやりする。ちょっととろみのあるようなシャワージェルです。で、これはね、お花の香りですね。マリアリゲルの方買ってみたんですが、こういう夏のこうスーッとするようなアイテムって、やっぱミント系の香りが多いので、まずフローラルな香りっていうところがすごく新鮮かなと思います。匂いはね、まあまあ残る感じかな。しっかりお花の香りしてますね。で、スーッとする感じは、乗せた時がもちろん一番強くて、そこから徐々に落ち着く感じで、今もまあ少しヒヤッとはしているんですが、そんなにこうキンキンした冷たさが長時間続くっていう感じではないですね。なので、まあ外でね、例えばこう運動会あるとか、アウトドアのなんか活動するっていう時のひんやりアイテムは、こう過去に紹介したような、クマのシリーズですね。まあそういったものの方が多分キンキンした冷たさっていうのは味わえるかなと思います。まあこれはナチュラルひんやりっていう感じですね。はい、じゃあロフト購入品次はですね、こちら。はい、これはもう私の必需品ですね。普通に使い切ったのでリピートしました。プリュスオーのポイントリペアですね。メロンサボンの香りということで、香りのね種類がなんかあるっぽいんですけど、あんまりいつも気にせずに在庫があるものを買っています。なんか今使ってるのとこのケースの色が違いますね。で、今使ってるのはこれですね。ポイントリペアピュアっていうやつだから、ちょっと種類が違うのかな。で、これを私はこのスタメンボックスと持ち歩きのポーチに入れているんですが、それをね1本使い切ったのでこっちを買ってみました。で、そうブラシはね、あ、こっちも種類一緒なんですが、こんな感じで結構大きいブラシになってるので、これをそのままこうやってこう髪にね当てて使うっていうアイテムですね。うん、まあちょっとサボンっぽい香りもしてるけど、原料臭の方が強いかな。なのであんまりこう香りを嗅いで楽しむっていう感じではないかなと思うので、まあ香りは何でもいいんじゃないかなという気がします。じゃあもう一つだけプチプラ紹介しておきましょう。あとはデパコスとかですね。はい、こちら。これがね、視聴者さんにおすすめしてもらって買ったやつで、シェーディングですね。そう、以前ね、私動画でエチュードのシェーディングめっちゃ使ってて、ちょっとグレッシュなカラーのシェーディングおすすめあれば教えてほしいっていう風に言った時に、視聴者さんが教えてくださったものの一つです。ちょっと韓国語でね、あんまりアイテムの詳細がわかんないので、わかったらテロップで入れておくようにするんですが、こんな感じですね。まあまあ白いかなと思います。これが02番のクールボックスというカラーです。で、他にもおすすめしてもらって最近買ったのが、まずロム&の03番。これもまあまあ白っぽいグレーなんですが、そしてもう一つがペリペラの V シェーディングですね。これの03番。で、この2つは今スタメンボックスに入れて日替わりで使っているんですけど、これと比べてもだいぶこのこっちの端とかが白っぽくって、まあ手持ちとまた違った色味かなと思います。これもね、ちょっと使ってみて、このあたりの最近買い足した韓国系のシェーディングで、まあどれが一番使いやすかったかみたいなのもまたね、お気に入りの動画とかで紹介していこうと思います。はい、次はですね、3のアイテムです。3もね、いろいろ買いました。で、まず、なんで買ったかというと、こちらです。ずーっと売り切れてて、実はこれね、まあバズってるコスメ、実際にレビューしてみたっていう企画の時も、アンケートで答えてくれている方が多かったんですよ。でも、本当にどこにも在庫なくって、こう高値で転売されているようなアマゾンとか楽天とかにもなくって、で、これがなんと3のね、公式オンラインに再入荷していたので買ってみました。3のディバインリップジェムの06番ですね。ちょっと思ってたより色味は正直明るいなと思ったんですが、こういう、まあ、ベージュ、ピンク、ローズというか、まあ私の好きそうなくすみ系のカラーですね。で、一緒にですね、この3のチークも買ってみたんですが、これがチーキーシークブラッシュの09番ですね。サウンドソースイートっていうね、この名前も可愛いカラーなんですが、色もネットで見てたより実物の方が結構ブリブリしたピンクかなという印象です。グリグリ乗せるとね、細かいシマーが入っているのがわかります。ちょっとこれ似合うか謎なんですけど、頑張って使いたいと思います。そして3つ目が私が大好きなこの3のマスカラですね。アートエクスプレッショニストマスカラの03番を買ってみました。これもね、くすみ系のカラーで展開がいろいろあるんですけども、おー、いい色ですね。お尻のシールだけ見たらパープル系のカラーなのかなと思うんですが、こういう感じのグレーっぽいカラーです。で、私今日使ってるのはこのロム&の L02 っていうグレーなんですが、こうやって比べるとだいぶ3の方が青っぽいかなと思います。で、以前ね、マスカラをめちゃめちゃ比較した動画を上げたんですが、その時に3がなかなかいい仕事をしていて、まあ、簡単に説明すると、カールキープしてくれるマスカラって、やっぱ
ぱり液がサラッとして軽いんですよ。でないと重くてこうまつげ落ちてきちゃうじゃないですか。でも3って結構ボリュームが出るというか、カラーマスカラなのでこうまつげにしっかり絡んでくれるような仕上がりなんですけども、カールがねキープされてたの、そこがすごいなと思って検証したことによってますます好きになったマスカラの一つです。はい、そしてコスメ最後はですね、こちらゲランのルージュジェですね。この前デニムのコレクションが出た時にケースは出たんですけど、レフィルはね発売がなかったんですよ。でもせっかくだからデニムのパレットに合わせた色を選んでもらおうと思って、久しぶりに日本橋高島屋のゲランに行って、そこでねおすすめしてもらいました。ジェのレフィルってこんな感じなの。で今はね手持ちにあったカラーをセットしているんですけども、今回買ったやつをねこんな感じでセットしようと思います。で肝心の色味ですね、こんな感じ、めっちゃ綺麗じゃない、もうこれぞゲランって感じじゃない。でまあトムフォードでもマットリップ買ったんですけど、ゲランもね今回はちょっとマットな質感からおすすめしてくださいました。こんな色味ですね。確かにデニムのパレットにめっちゃ合いそうなカラーじゃないですか。今塗ってるのが結構くすみ系なので、この鮮やかなカラーだとだいぶ印象変わると思うんで、デニムパレットに合わせて楽しみたいと思います。はい、それではですね最後、これはコスメではないんですが、まあ、今月私お誕生日月だったので自分にお誕生日プレゼントを買ってみました。じゃーん、こちらですね、ディオールですね。ディオールでミッツァを購入しました。ミッツァはねこれですね、視聴者さんが以前プレゼントしてくださって結構つけていることが多いと思うんですが、ありがとうございます。ちょっとこのグレーシルバーっぽいカラーのやつがすごく気に入って、なんか違う柄も欲しいなと思っていろいろネットとかでも調べてたんですよ。この前銀座松屋行った時にちょうど売り場行ったらすごい可愛いのがいっぱい並んでて、まあいくつか良さそうなのあって迷ったんですが、最終的にこれになりました。このコンビがすごい可愛いなと思って、髪に巻いたりはもちろんなんですけど、バッグの持ち手につけたりとかアレンジもできます。まあなのでね、可愛い柄が出た時とか、なんかまあこういうちょっと記念日的な時にちょっとずつ買っていけたらいいなと思っています。はいはいはい、ということでね、撮影終えようかなと思っていたんですが、なんとですね、こちら今クール宅急便で届きました。ハッチさんからの荷物ですね。開封させていただきます。おぉ!めっちゃ綺麗なお花です。ありがとうございます。去年もね、いただいたんですよ。でもお花のね、色味が今年はまたちょっと違ってますね。かわいい。ありがとうございます。すごいメッセージカードもつけてくださってて、お誕生日おめでとうございます、愛花さんにとって最高の1年になりますようにということで、ハッチさん本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい。早速ねこちら花瓶に飾りたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は最近の購入品まとめてご紹介しました。皆さんが最近買ったお気に入りアイテム、ぜひコメント欄でシェアしていってください。今回の動画少しでも楽しんでいただけたら、高評価やチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。デパコスマニア愛花チャンネル10万人チャンネル登録者数達成を目指しておりますので、チャンネル登録せずに見ていた方ぜひぜひね登録をお願いいたします。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。